ないと。ああ、なるほど、なるほど。ではですね。次の質問いきたいと思います。これ今流れてると思いますけどね。はい。もう一度 YouTube の方、止まってるっていう方は、ニコ生の方でコメントください。無理かな。マスク、肉の目、ゴー。はい、マイロさんが経営しているララフェルホストクラブが先月にリニューアルオープンしましたね。おめでとうございます。私も行きましたが、お客さんもたくさん来ていましたし、ホストさああ、んそうですもね。かっこかわいかったですし、イベント内容もとても充実していました。初日の営業にもかかわらず、かなりの知名度が上がったんじゃないかと思います。動画を撮っている傍ら、お店やリニューアルオープンするまでの下準備で苦労された点など、裏話がありましたら、教えてくださいということでございます。大変申し訳ございませんって、まず謝らせていただきますけども、実は、ホストクラブの方ですね、経営してたんですが、ちょっとね、動画エベレスの方が忙しくてですね、要は営業権を移譲したっていう形でしてね、あ、そうなんですいや、ね。そう、今回の リニューアルは全く僕は関わっておりませんので あ、そうなんですね。リそニうなんューですアルはよ。全く何全も。く、そうなんです。あ、そう。立案したってだけで、今のところノータッチというか、もう、お店の方はね、みんな頑張ってるんでね、僕が雇ったホストたちが今ね、頑張ってる。ぜひ、応援してあげてくださいそうなんね。ですね。でもね、ぜそひう。ね、発展していってほしいなとはい。思いまぜすひね、ね。正宗のララホスト、ララブリスっていう名前なんで、ぜひ。はい。遊びに来てね。あ、ぜひね、遊びに行って、僕もまた行ってみたいと思います。ぜひぜはい。ひ。では、次の質問いきたいと思います。ファイナルファンタジー14動画監督として活躍されているマイロさんですが、いや、全然全然全然。ラーメンの監督をするのはいつになりますか？また、何ラーメンを監督したいですか？ということで、ラーメンってどういうことですか？いいですね。僕、実はね、ツイッター上でですね、光の面師っていうね、面師？光の面、ラーメンの面ですね。光の面師っていうタグを使う、猛者たちを今集めてましてですね。ツイッター上の、ヒカメングループっていうのを作ってまして。ヒカメンですか？光の面師、ヒカメンですね。で、ラーメンを食べたら、光の面師っていうタグをつけて、みんなツイッターに画像を上げろっていう。ああ、なるほど、なるほど。ぜひね、そのドキュメンタリーをね、いつか撮りたいなと。ドキュメンタリーですか？そうですね、ラーメンとは、みたいなね。ラーメンドキュメンタリー。そうですね。今、やっぱ一番熱いのはね、混ぜ麺です。混ぜ麺。ああ、なるほど、なるほど。一つ言わせていただきたいんですなが、るマイロさんはどこに行こうとしてるんですか？ほど。すみません。FF でしたね。すみません。あ、そうですいいね。ですね。ラーメンになるとね、ラーメンね。そう、周りが見えなくなるんですね。すみません。でも、とりあえず、ラーメン好きだっていうのを分かっていただければ。ああ、なるほど。わかりました。じゃあ、僕もね、ぜひ、ツイッターでラーメンあげるときは、光の面使わさせぜていひただぜきひぜひぜひ。タグを使わさせていただきたいと思います。では、次の質問いきたいと思います。監督のマイロさんがゲストということで、質問です。私は洋画より邦画が好きです。マイロさんはどんなジャンルの映画が好きですか？もし、映画が好きではない場合は、作品を作るアイデアは主にどんなことから得ていますか？ということでございます。僕、基本的にね、映画はね、結構好きです。結構見てますね、いろいろ。あ、邦そ画、うなんです洋ね。画関わらずね、結構映画は見てますね。
で、ただね、あのさっき言われてたあの動画のこのなんていうんですか、あのイメージというか、はい、そういうのはね、あの僕は音楽からね、あのイメージしてるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あのやっぱね、あの影響を受けちゃうっていうのどうしてもあるじゃないですか、はい、作品作って、はいはい、だからね、あの完全に妄想ですね、作品作るときは。あ、そうなんですね。そうです、そうです。だからね、あのまあ、映画はもう様々、あの結構ね、SF 系がどっちかと好きなんで、はい、はいはいはい。まあ FF の世界観とはちょっと違うんで、まあ被ることはないんですけど。はいはい。でもね、基本的にこの映画のストーリーとかはやっぱ音楽聴きながらなどインスピレーションで妄想で作ってますね。ああ、なるほどなるほど。はい、あ、鋼の心をその作るときも、やはり何か音楽とかを聴きながらっていう感じですか？あ、そうですね。もう完全に、あの、まあ、見てない人もいると思うんですけど、はいはい。あの、鋼鉄の心に出てるね、あの、黒いララフェルの方がいるんですけど、はい、はい。そのね、あの、黒いララフェル、あの作品に関しては、あの、黒いララフェルを主人公に何か作りたいなと、まず、スタートはそこだったんで。あ、あの、主人公の。そうですね。だから、キャラクターを、まず、あの、イメージしてから、あの、曲聴いて、そのキャラクターをどう動かしたいかなとか。あのララフェルさんは僕最初あのマイロさんなのかなとか思ってて、別人ですよね。違う。そうですよね。そうですよね。違う。はい。やっぱり監督ですから、やっぱりね。ああ、そうです。主人公ですから。あ、なるほど。主人公をやるわけにはちょっといかないんで、ね。あ、なるほどなるほど。はい。では、次の質問いかせていただきます。1話を何回も見てるんですけど、続きが、はい、気になって仕方ないです。2話の公開はいつですか？一応ね、あの2話のね、あのおはあのストーリーはもうできてましてですね、はいはいはい、あのただ今ちょっとこのなんすかね、あのタイムスケジュールというか、あの撮影のスケジュールをですね今作ってまして、はい、あのこの今公開されてるあのエピソード1というか、まあ第1話なんですけど、はい、もうほぼほぼ半年ぐらいかけてしまってですね。あ、はい、そうなんですね。で、撮影制作で、まあ、約半年。はい。で、ストーリー作るのにもう3ヶ月ぐらいかかってるんで。ちょっとかかりすぎだなというね、時間が。ああ、そうです、はい。じゃあ、2話が、もし公開されるのは夏ぐらいになってしまう可能性があるっていうことですか？そうですね。だからね、はい、できれば、この前回のね、教訓に、できるだけ撮影スピードを上げるためにです。はい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 。いろいろ計画中ですので。まあ、できるだけね、夏、秋。夏、秋ぐらい。には、まあ、なんとかね、公開できればと思っております。あ、なるほど、なるほど。もうしばらくお待ちください。ね、申し訳ございません。急ピッチでね、やっておりますのでね、ぜひ7月ぐらいには見たいなと思う、はい、7月ぐらいには見たいなと思っておりますよろしくお願いします。頑張ってお願いいたします。では、次の質問もね、ちょっとあの心苦しい質問ですが、次の撮影はいつからですか？超大作と聞いていますが、サービス終了までには終わるのでしょうか？エンディングまでしっかり見たいので完成を楽しみにしていますということでございます。あのね、非常にいい質問ですね。あの皆さん、あのベルセルクっていう漫画を知ってはるかな？あ、知ってますね、ベルセルク、ね、知ってますか？はいはい。やっぱね、名作ほど完結が危ういっていうね。ん？ハンター×ハンターしかり、あの名作ほどね、やっぱね、はい、やっぱ休止が長いっていうか。某ね、ハンターさんの方はね、なんだろう、作者さんがゲーム好きなんでね、結構、そっちで伸びてる話もありますけどね。はい、まあ、でも現状言えることはですね、はいはい、一応、全6話で考えてましてですね。はい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 。まあ、2年ぐらいで完結はしたいなと思って。打ち切りかなって書かれてますよ。
それはいやいやいや、それはないですよ。それはないですね、うん、はい。その時は僕がキャストと揉めた時だけです。ああね、はい、それがない限り大丈夫、打ち切りはございません、ね、絶対揉めないでいただきたいと思います。はい、では次行きたいと思います。鋼鉄の心予告編ゼロで、ニコが腕を折ったという話が出ていましたが、はい、今までの被害者はどれくらいいるのでしょうかということでございます。噂ですよ。噂では村一個消えたっていう噂があります。消えたんですよね。村一個丸々全員腕だけ折られたっていう話。それでなんか接骨院が儲かったっていう噂は聞いてます。そうそう、接骨院が、あ、うん、でも接骨院も腕折られてるんじゃないですか。そこはね、僕はね、まだまだ伏せておきたいところ、ね、今後のストーリーに。今後のストーリー、接骨院出てくるんですかね。出る可能性的に。でもね、はい、一応ここで言わせておいてもらいたいんですけども、はいはい、このね、予告編っていうのがあるんですね。はい、はい、はいはい。実はね、予告編っていうのは、はい、各キャラクターのちょっとした過去っていうのを描いてましてですね。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。はいはい、だからね、ぜひ、予告編もぜひ皆さんね、あんま見てない人多いんで、はい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 、ぜひね、予告編も見て本編を見れば二度おいしいと思います。あ、ぜひ。じゃあね、ちょうど予告編の話が出たのでちょうどこれを聞きたかったと思います、はい、各キャラクターの過去っていうことですよね、はい、あ、そうです、はいはいはい、ではですね、鋼鉄の心予告編1に、裏LSが存在する場面があったのですが実在するのでしょうかっていうのが来てるんですけど、あれはマイロさんの過去っていうことですかね。あれに関してはですね、疑惑なんですけども、はい、どうやらね、僕以外のキャストがですね、はい、裏エベース作ってんじゃねえかっていう疑惑がございましてですね、どうも俺の悪口を言ってんじゃねえかっていう、これ疑惑なんですけどね、僕もね。疑惑を画像にしてしまったということですね。そうそう。なるほど、なるほど。でもメンバーに聞くのが恐ろしくて、一応動画で訴えかけてみたっていう形ですね。ねえ、きっと メンバーの方はね、そんなこと、そんなことないよ、ないよ、大丈夫だよ、はははははみたいな ね。ただね、一つ言えることは、エオカフェに一人で行ったっていうあれ真実です。あそこはリアル、悲しい、あるよって書かれてますよ。いや、ない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 、あるはずないですよ。 あるよって書かれてます。そんな仲間だもん。仲間だもん。仲間。ないない。ね、聞いている LS メンバーの方、ね、仲間だもんということで。仲間だもん。今日の一言、仲間だもん。仲間だもんということでね。うん、はい。じゃあ次の質問いきたいと思います。人間ダモノみたいになってますね。だんだんね、ちょっと悲しくなってきましたね。はい。ではね、動画監督のマイロさんに予告編見たんですけど、はい、予告編から第1話はストーリーの時系列的にはどれぐらいの時間が経っている設定なんでしょうか、次回も楽しみにしていますということでございます、はい、ありがとうございます。まあ、一応ね、設定的には1年後ということになってますけど。あ、そうなんですね。そうですね、予告編から1年後に第1話が始まっているという形で。ああ、なるほどなるほど、はい、だからね、はい、まあこれぶっちゃけて言うと1年っていう設定なだけで特に意味はないんですよ、実はね、うん、え特に1年後だよって言うけど、はい、別に1年後に何かあったっていうことは今後ね、はい、今後と話が進むことに多分明らかになるはずです。なるほどなるほど、ね、だからね、やっぱ結構ね、予告編っていうのは実はね、いろいろね、隠し設定が隠れてたりしますか。あ、ぜひいろいろ見てみてください。ちょっと何度もね、見ていただいてね、その設定を暴くのも楽しいかもしれません、ね、楽しいと思う、はい、あ、ここがこういう付箋だったのかみたいなね。そう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 、うん、では次の質問行かせていただきたいと思います、はい、予告編ゼロのロゼが素敵すぎます、
本編に登場する予定はあるのでしょうかということでございますね。あの動画見た人だけちょっとの分かる話になりますけども、はいはい、どうやらね、あの研究所が爆破されたっていうことなんでね、はいはいはい、おそらく即死じゃないかっていう噂です、ね、ないかっていう噂ですよね。 あともう一つ噂がありましてですね、はいはいはい、瀕死でどうにかね、あの生き残ったようですけども、はい、あの腕を折られた怒った民衆たちに襲われたっていう、そういう噂も僕聞いてますよ、うん、そういう噂も僕聞いてますから。いや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 恨みを買ってね、あの村人に撲殺されたっていう噂もございます。その辺は、まあ、第2話を、あ、第2話をね第2話を第2話の方でね、それを助けるね接骨院が出てくるかもしれない、ね、出てくるかもしれないですからね、うん、よくわからないあ、だめ、それ以上はあ、それ以上は、あ、すいません、言っちゃいけなかったですね接骨院の話はもうこれで終わりにしておきましょう。どういうことだ、お口ミッフィーでお願いします。ミッフィーでねお口をミッフィーでね行きたいと。では鋼鉄の心エピソード1の1を読み、見ました、登場している方にお会いしたいのですが、政宗に行けば会うことはできるのでしょうかということでございます。あのね一応ね、あの、はい、うちのね、あのやっぱ役者なんで、はい、プライベートはちょっとね、そっとしておいてほしいなって思いますけども。ああ、そうですね。あ、ただね、あの、見かけたらね、OK が取れれば、はい、全然 OK ですもんね。まあね、SS とかね、あの、遠くからそっとね、取るとかぐらいは、まあ大丈夫だと思いますけどね。うん、まあ、できるだけ、ね、はい。あ、でもね、はい、声かけると、みんな気さくにね、撮影応じてくれると思うので、ぜひ。あ、なるほど、なるほど。はい、ね、ぜひぜひね、一度まあ声かけてみるとかもいいかもしれませんね。はい。ね、あ、まあ、安易に僕は言えないんですけどね。はい。多分ね、多分大丈夫。はい。では、はい、次の質問もそういう感じの質問なんですが、鋼鉄の心エピソード、1の1を見ました。褐色ララさんが素敵です。会いに行ってもいいですかという質問で、またなんかね、重なるような。はい。あのね、実は彼女はね、はい、狂犬なんでね、なかなかね、狂犬狂犬なんですよ。結構気性が荒いんですよ。はぁ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 。たびたびね、監督に逆らうっていうのはね、何度かありましたけど。ああ、なるほど、なるほど。でもね、はい、他のメンバーに聞いたところですね、はい、監督にだけ厳しいっていう。じゃああれですね、裏エルエス創設者のね、あ、いや、ない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 、仲間だもん、あ、仲間だもん仲間だもん、ね、裏エルエスなんてないよっていう、ないないない、ね、だって仲間だもん、ここ、ね、仲間だもの迷子ってか、そうそうそう、ね、でもね、この褐色ララさんはね、でも全然ノリノリな人なんで、あ、はい、はい、僕以外なら全然優しいんでね。ね、マイロさんに以外なら優しいっていうことですね。はい。はい、ね。ね、裏 LS もありません。ない。ないや、そうそう。はい、ないよ。はい、では、次いきたいと思います。鋼鉄の心エピソード1の1や予告編のロケ地を見学できたりするのでしょうかということでございます。一応ね、セットの方はね、常時ね、はい、組んだままにしてますんでですね。あ、そうなんですね。そうです、そうです、そうです。はい。だからね、見学したいって人いればね、僕に何やんだり連絡くれれば。あ、なるほどね。全然公開しますんで。ツイッターでね、ダイレクトメールとかね。あ、そうですね。ね、していただいて。ね、もうぜひぜひ興味ある方はもういつでも、開放しますんで。はい。はい、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ。では、なんかね、今、仲間のものでね、結構盛り上がってますね、下のチャットがね。マイヨって言われてますからね。マイヨって。ね、なんか、ないよねとか、ありませんとかね、ないといいよねとか書かれるのね。ぐらいですね。ないない。ないない。仲間だもんね。ないよ。はい。はい、では、次いきます。私も
映画に出たいです。エレスグルーブロックスに入ることはできませんかということですね。あ、これもね、まあ、さっきも言っちゃいましたけども、はい、まあ、で、ですか、この待ち時間に耐えられるかっていうのもありますけども、はい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 、まずね、第一審査が水着審査がありますですね。まあ、その水着審査がまずクリアできればっていうとこですね。ああ、なるほどなるほど。どんだけ僕を誘惑できるかっていう演技を見たいんです。ああ、なるほどなるほど。できるだけセクシーな。それはあれですよね、監督の個人的な趣味ですよね。何言ってんすか。全然違うぞ。僕はね、やっぱりプロポーションもね、やっぱ大事なんですよ。なるほどなるほど。ますよ。全くもってもそういうこと感覚とはありませんよ。ああ、なるほど。ではですね、はい、ちなみになんですけど、どんなプロポーションだったら、はい、まあマイロさんのお眼鏡にかなうのかなと思うんですけども、アドデーミコってかいっかな、ミコってかで結構ぶっこんできますねいやいや、まあまあ冗談は置いといてですね、はい、全然ね、やっぱね、やる気、元気、勇気、これを持ってる人がいれば全然 OK です、ね。なるほど、なるほど。やる気、元気、勇気、ね。後ろになんか審査希望者が一人いますね。水着になってる人がいますね。あら、あら、あら、あー、あおすら、おすららですね。アウト。アウト、アウトでーす。アウトー、すいません。アウトそういう基準で決めないでください。ね、そういう基準で決めないでください。出てけすごいがっかりされてますね。はい。では、次の、質問いきたい。これ、次の質問で最後ですね。質問箱に来てるのは。はい。はい、今後の展開でラブ要素は含まれますかということなんですが、これは含まれないですよね。いや、実はね。え、含まれないですよね。いや、実はね。え、含まれないですよね。じゃあ繰り返して。含まれません。ありがとうございます。ね、じゃあ次行きましょう。はい、え、正直な話どうなんですか、はい、そのあたり。いや、あのね、はい、意外とね、愛の物語なんですよ、実はね。あ、そうなんですね。まあまあ、あんまり言っちゃうとね、ネタバレになるんで、この辺にしておきます、はいはいはい。実はね、すごい人の、なんてね、硬いイメージですよね。鋼、はい、鉄って言いますから。はい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 。ただね、描きたいのはやっぱね、この人間の、人間愛というかね。あ、人間愛ですよね。そうですね。はいはい、意外とね、この硬いイメージだけど、実は柔らかいね、はい、要素も含んでると。まあ、あんまね、今言えないっていうのはちょっとね、もどかしいですけども、まあ、この辺で。ああ、なるほど、なるほど。はい。今後分かってきますんで。はい。ぜひぜひ。では、こっから僕の質問に入りたいと思います。おっと。はい、いきます。はい。はい、ファイナルファンタジー14を始めた理由を教えてください。うん、ああ、ね、まあ、これみんなあるあると思うんですけども、はい。もともと11から、やってきた。あ、そうなんですね。そうですね。イレブンの、はい。始めて1年後ぐらいに14が出るよっていう話を聞いてですね。はい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 。もう、でもその時点で結構他の人たちはもう、やりきってた時代だったんですね。僕がイレブン始めた頃は。はい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 。もうみんなもうある程度やり尽くしてやることねえなみたいな感じの時に僕初めてイレブン始めたんです。はい。で、その状態で、まあ、今から育てんだったら、14やるなら、みんなで行こうぜ、みたいな感じ。あ、なるほど、なるほど。うん。今までは、11ではずっと助けられてたんですよね、僕。はい、はい。みんなもう完全にもう乾燥とかしてる人だったんで。あ、なるほど。だから、14に行けば、俺も一緒にみんなを手伝えるなって。あ、じゃあ何人かと一緒に移住っていうか移動してきた感じですか？あ、そうですね。なるほど、なるほど。はい。では、次の質問いきたいと思います。そんな、14ですが、メインジョブは何ですか？メインジョブはずっとナイトです。あ、ナイトなんですね。ナイトですね。おー。じゃあなんでそのナイトを選ばれたんです？
いやもうやっぱヒーローって言ったらナイトショー。あとね、まあ、まあ確かに、はい、あのスキルがやっぱいちいちね、あの主人公スキルが多いんですよ。あのカバウとかね、はい、うん、クレメンシーであの1ポイント回復しちゃったりして、あ確かに確かに、それでヒーラー女子たちにキャーかっこいいナイト、私のために回復してくれたわ、いやそんなことねえよ、任せとけってみたいな感じのナイトが好き、はい、ああなるほど、はそうそうそう、モテるためのナイトが好きということですね。ただ現実は何、おいマイル、お前俺信用してねえのかよみたいなね、ヒーラーさんに言われるクレメンシーなんてしやがってみたいな、なんかちゃんとヒットポイント管理しとるわみたいな、あのモテるためのナイトが好きなんですねって言った瞬間の、あのマイロさんのうんっていうちょっと寂しそうな運がすごい面白かったんですけど。まあまあまあ、まあ、ね、あのやっぱ夢と現実の、ね、差は目ようがないって、まあ、すいませんマイロさん、あの画面の奥の方になると思うんですけど、あのリアルジーニーみたいなあの水着審査の人がね来てる。あらららら、あとでお話しましょう。あとでね。あとで、あとで待ってて。あとで、ちょっとあの放送後にね、あの裏に呼び出しが来ると思います。そうそう、うん、はい、では次行きたいと思います。好きな NPC は誰ですかということでね。ああ、それ聞いちゃいますか。はい。僕の好きな NPC は、はい。アシエン・アハブレア。あら。いや光の戦地の諸君、お久しぶりである。似てますね。私がアシエン・ナハブリ・アムロ。いや、ちょっと待ってください、それなんか違う前の力を見せてみろ。あれですよね、今一瞬名前が出た人はあの超える力じゃないもの持ってますよね。ついつい、うん、やめろ、まあ、時間じゃ持たないみたいな。あ、すいません、あのそれも いろんな意味で超える力っぽいの持ってますけど、ね、まあまあ、とりあえずね、あのやっぱ声がかっこいい、はい、ああなるほど、うん、なるほど、もうもっとね、長くね、活躍してほしかったですけどね。確かに ね、でもあの初めて聞いたときおーって思ったね、やっぱね。うん、私だみたいな。モノマネしたくてしょうがなくなった。いやあ、ウィノ君。いやでもね、あの声すごい僕も好きですけどね。キャラ的には僕的にはね、結構あの最初の方のキャラだったので、正直あのね。あのちょっと忘れてた部分も。おい、見るという、見るという申すの、私を忘れるだと。あのマイロさん、あのすいません、正直、はい、半分以上あの某赤い人が入っております。いやいや、ついつい僕自身もね、あの、はい、アシエンにちょっと取り憑かれてました今。ああね、この後ね、誰か光の戦士に払っていただきたいと思います。では次、払ってきたお前。光の戦士よ、それが貴様のスピードか、ね、うん、いや だからそれはね、それはちょっとね違うことで、はい、では次行きたいと思います。動画の監督をしようと思ったきっかけは何ですか。あー、きっかけはですね、はい、まあ、モグのヒゲってあるじゃないですか。極モグのヒゲ。あ、はいはいはい、ありますあります、はい。あれって結構高値で売ってたじゃないですか。はい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 。以前あれをね、はい、ゲットしてみんなで成り気になろうぜ LS っていうのを作りましてですね。ほう。で、その時に、ちょっとメンバーをちょっと増やそうぜと。はい。で、その時に、じゃあちょっと動画でも作ってアピールしてみんべっていうことになりましてですね。はい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 。そこがスタートですね、もともとの。あ、そうなんですね。そうなんですよ。それ作ったことによってですね。はい。あの動画の方にはまっちゃって、あのそのモグ LS 自体がもう、なくなっちゃって。
おい、マイロ、いつまで動画作ってんだってことになりましてですね。はい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 。だったらもう動画 LS 作っちゃおうってことになりましてですね。あ、それでできたのが動画 LS ってことですね。そうですね。あ、なるほど。数々の屍を超えてる動画監督になったわけです。数々の極モブの屍を超えて動画監督になったということですね。うん、俺を超えてみせろっていうね。だからそれは赤い人だ。申し訳ない。では次の質問いきたいと思います。動画撮影の際に心がけていることがあれば教えてください。ああ。やっぱりね、出演者の、お時間ですね、やっぱりね。あ、そうですね。やっぱりね、拘束時間をやっぱね、できるだけ減らしたいっていうのが一番ありますね、やっぱり、ね、なるほど、なるほど。うん。やっぱり一人、まあ、お金払ってね、やっぱりもともとはゲームするために皆さんね、ゲームやってるわけですから。まあ、そうですよね。うん。だからできるだけね、やっぱりまあ、いいもの作りたいから協力してほしいっていうのはありますけども。はい。やっぱね、できるだけ、迅速にやっぱ時間かからないように、撮影の方を進めていきたいなっていうのが一番大事にして。なるほど、なるほど。ではですね。やっぱね、はい。いや、いいです、はい。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。はい。ではですね、今までファイナルファンタジー14をやってきて、心に残る出来事を教えてください。何でもいいですか？何でも大丈夫ですよ。あ、何ですか？はい。僕実はね、ネタ版をしましてですね。え？エターナルバンドが、はいはいはい、追加されてすぐぐらいに、とりあえずやりたいと。はい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 。我先にやりたいっていう気持ちがありましてですね。はい。そんな時に、ドレスが欲しいっていう人がいましてですね。はい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 。じゃあ、やろうよって言いましてですね。はい。やっぱ僕がエタ版をするっていうことは、やっぱ何か面白いことをしてやろうって。あ、なるほどなるほど。思いましてですね。はい。男女を逆でやろうっていうね。ダンス、男は女装して、女は男装するみたいな感じで。はい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 。本番当日に俺が間違える。それもう、今でも後悔しますよ、それ。え二人とも男で出てきたっていうね、もうガンガン怒られましたよ、その後ね。まあ、でしょうねっていう。あんだけ打ち合わせしたろうっていう。うん、それ今でもこれは後悔してます。ああ、ね、巻き戻ることなら。そうなんですよ。あれはちょっと、自分のバカさ加減にも嫌がきがさちましたね、あの時。では、次、これからのファイナルファンタジー14に期待していることを教えてください。やっぱりね、スクリーンショット職人みんなも思うと思うんですけど、はい、やっぱりね、グルポですね。あ、グルポ、うん、グルポですね。あとね、まあこれはもう無理とは分かってるんですけど、はい、僕撮影しててもやっぱ天気ね、はい、天候、同じ天候でないと話が繋がらないんですよね、映像で、ね。あ、そうですね、はい。だからね、まあ無理とは思うんですけど、お天気をね、なんとかストップできる機能があればいいなとちょっと思います。まあ、それはね、一つだけ、方法があるんですが、吉田になってください。それ無理ですね。ね、まずは名字から吉田になってみましょう。ああ。はい。しかもね、僕ね、すごいゲーム内で雨男なんですよね。もう撮影の時ね、もう9割雨なんですよ、いつもね。ああ。だからね、本当に天気機能は欲しいっちゃ欲しいんですよ、本当に。ああ。うん。ね、まあ、結構街中でね、仲間だもの吉田麻衣とか、ね、やめろやめろ、ね、街中とかでねお天気お姉さんいますんでね、そこをね、うん、確認していくしかないのかなとも思いますけどね。それかね、まあ、そこはね、もうこれから天気ばっかりはね、はい、もうこれから吉田麻衣を名乗っていただくしかないかなとは、はい、うん、思いますけどね、はい、サッカー選手みたいですね、ちょ
っとあのなんだろうあのブラジル系が入ったね。いや何の話になってるんだ。はい、では最後にですが宣伝や告知があればお願いいたします。はい、ではまあまず一つ目、はい、これまあ一番今力を入れてることなんですけども、はい、今ね、間もなくサーバーがワールドカンテレポっていうのが追加されますよね。はい、3月中旬か下旬かっていうのは予測をされてますけども、はいはいはい、それでですね、政宗サーバーにみんなに遊びに来てもらおうっていうことで、はい、政宗サーバーで今ねプロモーションビデオを僕撮ってるんですよ。おお、はい、はい、で政宗のね、いろんな皆さんにご協力いただいてですね、はいはい、僕はコツコツと動画を貯めてましてですね、はい、で3月の18日、はい、はい、3月18日にですね、今までで最大の人数を集めて撮影をしようっていうのを今企画してますよ。おお、はい、ぜひね、3月18日の22時から、はい、10時ですね、夜の10時から、サマーフォードにご集合いただきたいと。ああ、なるほど。思っております。まずこれが一つ、ね。雨降らないといいねって書かれてますね。それだけはもうごめんなさい。本当にね、はい、雨待ちもございますけども、ぜひ、18日、お暇であればぜひ、はい、撮影の方、ご協力を。はい。あともう一つは、あともう、はい、はい。あともう一つは、僕が所属してますですね、ララフェルカンパニーっていうララの LS があるんです。はい。で、そこのね、まあ、政宗で、まあ、名物になってるんですけども、はい。ララ散歩が、また、ございましてですね。おー、はい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 。それが、まあ、今、企画中でしてですね、はい。おそらく、5月のゴールデンウィーク中にできるかな、という、今、現状なんですけども。おー。はい。近々に、多分発表されると思うんですけども、はい、ぜひ、政宗のララ散歩、ございますので、ぜひ。ぜひ、ご参加ください。はい、あ、僕動画とかもね、ララ散歩の動画僕撮ってるんです。それ、ま、ララフェルでなくても保護者とかで行っても大丈夫なやつ。あ、全然大丈夫です。大丈夫ですね。じゃあ、はい、保護者枠もありますんで。あ、よかった、よかった、よかった。はい、ぜひね。はい。僕見つけたら、撮影してるんで、僕の周りに来たら、多分動画映ると思うんで、ぜひ。あ、じゃあ。僕を見つけたら、近くに来ると動画映ります、周りでちょろちょろしてるとね、動画に映りますということで。はい、ぜひね、はい、お探しで最後に、はい、じゃあもう一つ、はい、これはもうすごい、まあ、個人的なもの、あれなんですけども、はい、居酒屋どんまいろっていうのをやっておりましてですね、はい、ぼっち居酒屋、ぼっち居酒屋どんまいろっていうのをやっておりまして、はい、これ、この、まあ、あんまり宣伝はね、実はこの居酒屋はしてないんですけども、はい、ぼっちさんのみの、居酒屋なんですね。あ、なるほど、なるほど。だからね、ツイッターとかでも、やる日とか全く宣伝してないんですけども。はい、はい、はい、はい。もし気になる人がいたら、パーティー募集でたまにね、居酒屋どんまいろっていうパーティーがこう、多分ね、出てると思うんで。あ、政宗サバでっていうことですね。そうですね、政宗サバです。はい、はい。ぜひね、もし見つけた人がいたら、ぜひぼっちな人、大歓迎ですので、居酒屋、どんまいろの。僕もぼっちなんでね、ぜひ行きたいとは思うんですけどね、政宗レベル1なのでね。ね、はい、一応ね、全部秘密にしてるんですけども、はいはい、売りはですね、おそらく、政宗一番ちっちゃい居酒屋になってると思うんで、興味ある方は。めちゃめちゃ狭く、あえて狭く作ってますもん、ぼっちをね。ね、はい、ぜひ、興味のある方は、ね、政宗の方はパーティー募集ね。あ、マナダ DC でも大丈夫ですね。マナ DC の方、ね、パーティー募集を見といて、政宗に移動して行っていただくとかも大丈夫だと思います。ぜひね、はい、見ていただきたいと思います。では、次のコーナー行ってみたいと思います。今週はですね、なんと新コーナーをします。その名も、あなたのミラプリ見せてください。おすすめミラプリファッションショ ー、 あふふ
はい、変わりゆく日々の生活、進みゆくファッション、そんな中私のお気に入りっていうミラプリは必ずあるはずです、うん、ということでこのコーナーはあなたのお気に入りミラプリをみんなに教えちゃおうっていうコーナーです。今日は初めてなので、僕とゲストのマイロさんに前もって教えていただいております。でね、それを見せていこうと思っております。まずは、はい、僕からお見せしますね。僕のおすすめミラプリはこちら、ドン、右端に今出てる、画面の右端に出てると思いますが、こちらがですね、頭はですね、まあ僕これがね、あの大体あの目印みたいになってますんで、まあ、つけてないサーバーもあるんですが、オーバルリーディンググラス、メガネですね。今もちょっと見ていただければわかるんで、ちょっと見かけているこのメガネですね、はい、を、つけております。体は、スカウェア、ヒーラーコートで、腕がロストアラガンヒーラーグローブで、足がですねスカラヒーラーボトムと、靴がイコンレザーヒーラーブーツでございます。はい、で、コンセプトとかはちょっと別にコンセプトっぽいコンセプトってね、ちょっと考えたんであまりないんですが、あのあまり全身シャインシルバーの方ってね見えかけないかなとかって思って、ちょっとそうです、ね、かっこよく作れたらなと思って頑張って作ってみたんですが、うん、どうですかこれ。ウィラさんって赤色好きなんですか。赤ですか。はい、赤結構好きですね。ああ、そうですね。いや、なんかそれだったらあの赤にするんかなと、意外とこう渋い色を選んでるんだな。一時期はあのミラプリ赤とかにしてたんですけど、はい、あの僕以上に赤が好きな方がいまして、いいよって、ちょっとね、ちょっと僕、うん、僕の赤愛はちょっと負けてるなとか思って、それであのいろんな色をね、あの試すようになりましたね。あの、あれですか、あの結構、はい、あの例えば同装備に合わせてあの他決めるとかあるんですか。武器に合わせて決めるとか。それ悩むとこなんですが、同装備か頭装備ですね。うん、あ、頭ね。そうですね。まあ、あとはまあそれに合わせて武器とか他のものを装備を決めていくような感じですかね。はい、意外と面白いですね、そういうことね。あんま聞かないですからね、こういう話ね。そうですよね、こういうね、うん、コーナーって、ラジオなのにね、画像で話せるっていう、これがね、売りなのでね。うん、なので、ちょっと画像も使ってみました。まあ、まあ、そこはいいとして。では、さてさて、マイロさんにもね、前もって SS を送ってきていただいております。マイロさんのおすすめミラプリはこちらと、こちらですね。はい。こちらなんですが、はい、ちょっとこう冬っぽい感じで可愛らしい感じのミラプリですね。あのまあよく見るっちゃよく見るんですけど、僕なりのこだわりがね。はいはいはい。基本的にやっぱね、僕あの黒髪なんでね、あの黒い装備を基本的にはね、あの合わせるようにしてる。ああ、なるほどなるほどなるほど。だからね、フライトキャップね、頭の装備でフライトキャップもやっぱ黒に。はい、今のね、フライトキャップですね。はい。で、まあ、皆さんご存知のアドベンチャラーセーターね。はい。動画ね。はい。まあ、これ結構、まあ、皆さんおしゃれさんは着てると思うんです。そうですね。僕のこだわりはやっぱね、下半身なんです。はい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 。下半身がね、あの、LV 式長袴っていう、あの、クエストでやった。はい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 。あの、ララフェルって意外とやっぱね、足が細くてね。はい。あの、ボリュームが負けちゃうんで、あえてね、あの、ちょっと、なんていうんですかね、ボンタンっていうか、なんていうか、なんていうか、あの、ダボっとした感じの。ダボっとしたね、はい、あの、ドカタの兄ちゃんが履いてるような。はい。はい。ああいう形になってると、やっぱボリュームが出るんで。なるほど、なるほど。はい。これをね、ぜひ使って。あ、なるほど、なるほど。あとはね、ウィーバーサイブーツですね、足が。あ、これも意外とね、ブーツでこれ履いてる人あんまいないんで。あ、そうですね。あまり見ない。まあ、はい、まあ、これ裁縫のね、装備なんでね。はいはいはい、はい。あんまり見ないんで。まあ、あえて、
みんなつけてないやつを狙ってね。ああ、なるほどなるほど。はい、ああ、いやこれは素敵だなと思って。まあ確かにね、僕もこの服メインサバでは結構使いますけどね。なかなかこう下をこう合わせる人は、いやっていうか、あれですね、LG ブーツでしたっけ？LG ブーツ、あ、ブーツじゃないの、ズボン？袴です、長袴です、ね、長袴、ね、ズボンだって、うん、これあれですね、使ってる人ってなかなかいないですね。 あのね、はい、軍服っぽいやつが好きな人とかたまに履いてる人います、ね、ああ、そうですね。そういうのには、はい、ちょっとドイツ兵っぽい感じの、はい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 、うん、ああいうの好きな人は結構ね、たまに履いてる人います。なるほどなるほど、ね、ぜひ皆様もね、いろいろね、ミラプリ考えて合わせてみていただきたいと思います。これも参考にしていただいてね、ぜひ、同じ装備してくださる人がいたらね、すごく嬉しかったりしますからね。はい、おしゃれを楽しむかよ、ね、楽しむかい。いつの間にできたんだろう。では、そういうことでございまして、新コーナーおしゃれミラプリファッションショーでした。皆様のコーナーへのお便りで真夜中のカレーはできております。たくさんのお便りお待ちしています。では、ここでお店の紹介です。本日紹介する、最初に紹介する、お店はこちら。本の香りに包まれる優しい時間をお約束します。ブックカフェフェアリースター。イクシオンサーバーのゴブレットビュートにあるこのお店。1階がカフェになっていて、本を片手にゆったりと過ごせる素敵な空間。2階は試室という名の実験室っぽい感じになってますね。地下には、多目的なステージもあるんですよ。もちろんカフェというだけあって、フードやドリンクのメニューなども豊富です、しかも一律200ギルで、これ、うん、これはあのね、必ず言うようにということで、ギャンかわいい店主様が注文を受けて、すぐ目の前で作ってくださいます。まさに出来たて。お金のない方はですね、出世払いも可能だとか。はい、そんな、ギャンかわいい店主様がいる、ブックカフェフェアリースターは毎週木曜日21時よりイクシオンサーバーゴブレットビュート13区11番地にて営業。あなたもゆったりと流れる素敵な時間をブックカフェフェアリースターで味わってみませんか。ということで、ここで、ブックカフェフェアリースターの店主様よりプレゼントがあります。イエーイ。これ見てた人は結構ね、得をするんですよね。はい、3月14日木曜日の営業の際に、店主様にテルにてこちらパンハッピーセットとお伝えくださった方、うん、先着5名様に店主様お手製の、美味しい抹茶とコンペイトーが詰まった和心セットをプレゼントしてくださいます。拍手、はいね、ぜひ行ってね、美味しい和心セットもらってくださいね。ね、ギャンかわいい店主様がお待ちしてますんでね。どうですか、いいですね、あの結構ね、本当にギャンかわいい感じの方がね、うん、じゃああれですね、見せてもらおう邪魔のギャンカワを、うん、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、あーちょっとニコ生の方が配信があれですね、終わっちゃった、っ終わっちゃいましたねちょっと待ってくださいね、はい、延長がうまくできなかったっぽいですねこれ。おー、
どうしようかな。じゃあちょっと延長用にちょっと伸ばしますね。はい。35や。まあでもあと30分はかかんないでしょ。30分はかかんないですね。ね。ニコ生が延長できなかったのは初めてですね。珍しいですね。はい、生放送マイページ初めてですね。じゃあ詳細を開いてここに延長を作りましょうね。今日しばらくお待ちくださいと言ってきました。ありがとうございます。でも意外と人集まってくれましたね。あ、本当ですよね。うん、で、これをコピーして、これ大丈夫かな。YouTube の方は流れてるんですかね。どうなのか。あ、そうです。いや、多分ね、喋ってましたね。YouTube の方はね、多分ね、もう流れてないかな。多分ニコ生が止まっちゃったので。はい、これでニコ生は開始されたんですが、ですね、これか、これを押して開始かな。はい、はい、こちらニコ生ですね。延長が初めてですね、延長聞かなかったっていうね。ツイッターの方でね、第35夜 URL を打ち込むって第35夜がね、延長できませんのでしたので。どこまであれだったんですかね。ハッピーセットの、あ、もうね、ほとんど最後なんですけどね。あ、YouTube 声は聞こえてるってことですね。あ、そうですね。思いっきり普通の会話も聞かれてましたね。はい、普通の会話も聞かれましたね。はい、では、ね、そのまま戻りたいと。戻れんのかな、このテンションで。はい、じゃあ戻りたいと思います。僕はどこだ。何をやっているウィル。なんか本当に申し訳ございませんとしか言いようがないです。はい。大丈夫ですかね、これ。ちょっと待ってくださいね、確認します。はい、ニコ生のね、あ、大丈夫ですね、映っております。では、ね、今ブックカフェフェアリースター様の、ね、プレゼント企画の方をちょっと話させていただいておりましたが、ね、3月14日の営業の際に、天使様にテルにてハッピーセット、今画面に出てますね、ハッピーセットとお伝えくださいね。先着5名様に、天使様お手製の美味しい抹茶とコンペイトが詰まった、我がコロセットをプレゼントしてくださいます。ぜひ行って美味しい我がコロセットもらってくださいね。ということで、場所がですね、イクションサーバーなんですね。ゴブレットビュートの13区の11番地になっておりますが、誰だ、ギャンかわいいウィルさんだとか、ウィルさん。そりゃ戸惑います。はい、何をやって。申し訳ございません。ね、ぜひね、本当にギャンかわいいね、天使様おいでますもんね。はい、行って確かめてみてくださいね。はい、ということで、では次の宣伝に入ります。次ご紹介するお店はこちらのお店です。うん、ちょっと待ってくださいね。イケイケなお兄さん店員、キャピキャピなお姉さん店員、そんな人はいませんが、のんびりした時間を過ごせる、街の楽しい酒場、浮かない酒場です。
入店時には店主様のお手製のフードとドリンクを一品ずつ、サービス。このお店、1階がですね、ロビー。2階が酒、2階、地下が酒場ですね。地下が酒場で、2階がバーになっているので、酒場とバーで酒場らしいですね。うん、はい。万歳万歳うまくいきましたね、みたいな感じになってきますよ。はい。ね。僕がお伺いさせていただいた際はですね、バーのイメージがね、ゆったり楽しめる会話の弾むようなバーっていう感じだったんですが、照明を変えるとですね、落ち着いた雰囲気の、ね、バーに早変わり、地下の、酒場にもですね、照明を使った素敵な演出があって、一見の価値ありです。照明は、天使様の気分によって変える感じなので、ぜひ行ってね、確かめてみてください。はい。また、2階のステージは無断使用 OK です。禁止じゃないです OK です。はい、 OK です。はい、いや無断とか書くなよ。はい、ご自由にでいいだろう。ご自由に無断使用 OK ですね。はい、演奏するもよし、ダンスするもよしね。僕もですね、真夜中のカレー部の告知させていただきましたね。そんなみんなの集まる憩いの場、浮かない酒場は毎週日曜日21時よりアニマサーバーゴブレットビューと、拡張4区の36番地にて営業。くつろぎの時間と素敵な出会いを、浮かない酒場、ぜひ行ってみてくださいね。ということで、実はこちら浮かない酒場の店主さんとかもプレゼントがあります。イエーイ、僕ちんも嬉しい。僕ちんが似合わないその名前ですね。はい、3月17日の日曜日の営業の際に店主様にですね、こちらどん黒リンゴ、ね、黒リンゴです。黒リンゴ、黒のリンゴ、黒リンゴですね。はい、と、テルにて伝えてください、先着5名様に素敵なものをプレゼントしてくださるそうですよ。お、中身はまあそのうーん、あ、はい、あの受け取ってからのお楽しみということでございました。はい、はいね、決まってないわけではございません。はい、ね、なんか合わさないでくださいね。ギャンかわいい黒リンゴとかなんかあの違うことになってますよね。はい、あのそれはあのブックね、ブックカフェ様の方ですよね。はい、ぜひね行ってあのプレゼントをいただいて、確かめてみてくださいね。どうですか、バーとかは興味ありますか？あ、もう全然あの、はい、ね、お店関係はね、撮影とかで結構使わせてもらうんでね。あ、そうなんですね。はい、だからね、結構お店屋さんとか結構顔出す方なんで。あ、タサバのバーとかカフェとかは行ったことは。タサバはやっぱなかなかね、やっぱあの撮影許可がね、あの、まあ、確かに撮るのがなかなか難しいんでね。まあ、まあでもぜひね、気軽に遊びに行きたいなと思って。あ、そうですね。最初に、ご紹介しました、ブックカフェ、フェアリースター様は、イクシオンサーバーのゴブレットビュート13区11番地ですが、2つ目に、紹介させていただきました、浮かない酒場様は、ね、アニマサーバー、ゴブレットビューと、拡張4区36番地、アニバーサーバーとイクシオンサーバーなので違いますのでね、ぜひ気をつけてください。ね、皆様もね、ぜひ行ってみてくださいね。はい。ということで、ここで、来週の、真夜中のカレー部の告知をさせていただきたいと思います。来週の真夜中のカレー部は、こちら、ドン。はい。
ちょっとね、画面がね、すごいことになってるかと思いますがね、見えてないと思いますが、なかなか、出たかな？はい。来週の真夜中が変われば、ゲストに YouTube のアゲハチャンネルでゲーム配信をしている配信者様、アゲコママことアゲハさんです。場所はですね、今日と一緒、ゼロムスサーバー、ゴブレットビルト十国33番地、ゼロムス放送局から放送いたします。ね、ぜひ皆様来てくださいね。あと、ただいまね、まだ新コーナー募集しております。ね、ぜひ、これはと思ったコーナーは放送で採用していきますので、バンバン送ってください。はい。ぜひね、アゲハさんにもね、はい、告知で、セルが続くのかっていうのを楽しみに。いや、ちょっと、果たして来週はセルが出るのかっていう、ね。ちょ、ぶっ込んでおきましょう。そんなぶっ込みをね、ガンガン入れていかないよ。ね、焼酎さんからもぶっ込みが来ましたけどね。はい。ね、ということでございまして、本日もお別れの時間になってしまいました。ちょっと途中で放送トラブルとかありましたが、今日の放送いかがでしたか？うん。楽しめたぞ。見るよ。最後まで結構あれですね、赤い人がチラチラしますね。いや違う、アシエンです。皆さん間違いない、アシエンでございます。はいね。はい、ね、また機会があればぜひ出ていただけますか？しょうがねえな。やったまた出てやってもいいぞ。やった。次回はね、放送トラブルないように気をつけます。すいません。ね、赤い方、申し訳ございませんでした。出てやろう。最後まで、最後、結局赤い方で納得してるじゃないですかね。違う。マイロですよ。はい、はい。ね、マイロさんですね。はい、大丈夫です。はい。では、皆様、まだまだ遊ばれる方もいると思いますし、もうお休みになれる方もいると思います。まだまだ遊ばれる方、ご無理をなさないように、もうお休みになる方は良い夢を。ということで、おやすみなさーい。おやすみー。